はい、始まりました。本日なんですけど、皆さんに報告があります。僕の動画にも登場していた実家で飼っていたポメラニアンのモコちゃんなんですけど、実は最近亡くなってしまいました。まあ普通に寿命だったんですけどね。まあ僕としても悲しいというか少し寂しいですね。実家に帰ったら寄ってきて出迎えてくれていたし、もうそれがないんだなと思うと本当に寂しいですね。お正月とかにね、一緒に過ごせないんだなと思うとね、少し寂しいですね。お散歩の動画なんかも撮りたかったんですけどね、それも叶わず。別に報告とかもいいと思ったんですけど、まあ悲しい気持ちはあるんですけど、少し思いを馳せながら、ペットについて、ペットを飼うことについて思っていることがありますので、今じゃなきゃ今後ペットのことを語ることはないと思うので、今日は少しお話をさせてください。それでは話を始めていきます。はい、ペットのお話。皆さんはペットを飼っていますか？犬とか猫とかは飼ってる人多いですよね。でもね、やっぱ悲しいね。寂しい。実家で飼ってたとは言ってもショックですね。まだ報告されてから少ししか経っていないんですけど、お父さんが髪を切りに来た時には報告がなく、少し経ってからお母さんから聞きましたね。いや、お父さんがね、散歩をよくしていたので、モコちゃんもね、お父さんにするよって言ってたのでね、ショックだったんだと思います。僕も実家が近いのでよく帰っていたんですけど、こうやって座ってね、手を置いているとね、そこに頭を入れてきて、あの感じがね、可愛いんですよね。撫でて撫でてってね。はあ、犬でも猫でも平均寿命は15年ぐらいかな。人間の寿命から考えると別れは必ず来てしまうわけで、僕は最近モコちゃんが亡くなってからとかではなくて、最近はペットを飼い始めるということは少しね、考えてしまうことがあります。僕は小さい頃から結構周りにね、ペットがいたんですよ。一緒に暮らしていたんですよ。ペットが大好きで、小学生の頃に僕の誕生日にもらってきた犬のももちゃん、そのももちゃんに関してはずっと長い間一緒に住んでいたし、専門学校で東京に行ってからはおばあちゃん家にももちゃんはいたので、帰省するたびによく会いに行っていましたね。そのももちゃんも長生きしたんですけど、でもね、小学生の頃から飼っていたので、専門学校に僕が行っている頃にはもうね、結構老いていたので、帰省するたびにね、少し期間が空いてから会うので、ちょっとね、弱っていってるなっていう感じがね、切なかったんですけどね。でもそのね、ももちゃんとの思い出もすごく覚えているし、懐かしいし、楽しかったなと今はいい思い出です。他にも猫を飼ったこともあるし、ハムスターを飼ったり、ひよこから鶏まで育ててね、いろいろなペットを飼っていました。そうやって過去にもペットとの多くの別れを経験しているので、今ではね、割とね、終わりを考えてしまうんですよ。まあ最後のことを考えてしまうってのはね、良くないのかもしれませんが、それは本当にペットって大切な存在だし、動物が好きだからそういう思いになってしまっています。だから誰かの家にペットがいたら可愛がりたいし、遊びたい。そしてショッピングモールなどに行った時には、その中に入っているペットショップをよく覗いたりしているんですよ。本当に可愛いですよね。犬も猫も他の動物も好きなんですけど、好きすぎるがゆえに別れの悲しみを考えてしまうんです。飼っている時が本当に楽しくて癒されて、自分に多くのものを与えてくれるペットに対して、逆に自分は何ができたのかな、今まで飼っていたペットは幸せだったのかな、そのペットたちも楽しかったんじゃないかなと今では思えているんですけど、過去にはね、一緒に住んでいたペットもいたわけで、自分が学生だったりイライラしたり悲しい時もあったりして、なかなかね、構ってあげられないこともあったり、そういうことがあっても、それでもペットってね、拗ねずに寄ってきますよね。なんかそれがすっごいけなげでね、もっともっとね、自分も同じように調子が良くても悪くても構ってあげたかったなって思ったりもしますね。今まですごいネガティブなことは言ってしまったんですけど、でもね、ペットを家に迎え入れるってのは本当に素敵なことですよね。ペットだって飼ってもらって楽しい日々を送れる、美味しいご飯を食べたり、いろんなところに行けるかもしれないしね。飼っているペットが自分たちに与えてくれるものも本当に多いし、ペットと過ごす日々って本当に素晴らしいんですよ。だけど絶対条件があって、まあ今更言うことでもないかもしれませんが、ペットに対して愛情をたっぷり注いであげてほしいなとは思いますね。ペットに寂しい思いをさせてほしくないなってのがね、一番思うことです。よく問題となっているのが、ペットを孤独にさせるという問題ですかね。状況としては一番起きやすくて切なさを感じるし、飼える状況じゃなかったでしょとか、自分の心の隙間とか時間の隙間を埋めるためじゃないのと思ったりとか、飼った後のことをしっかり考えてたのかなとか、ファッションで飼ったんじゃないのかなとかね、そうやって思うような飼い方は絶対にしてほしくないですね。本当に心からそれはお願いします。
今の僕から言いたいことは、今ペットを飼っている人は、あなたが今ペットと過ごしているその生活は本当にかけがえのない日々。今はいることが当たり前になって、構ってあげなかったりとか、他の人が中心になって構っていたりとか、誰かに任せているという状況にあるかもしれませんが、その当たり前になってしまった何気ない生活の中にある幸せを忘れないで。ペットはあなたのことを元気づけてくれていると思うし、あなたが落ち込んでいる時もそばにね、寄り添ってくれているはず。いつでも笑顔で迎えてくれているはず。そのことをどうか忘れないでください。今日はネガティブなことも多く言ってしまいましたが、子供の頃にペットを飼っていたという経験は、お世話をすることで少し僕のことを優しくしてくれたと思うし、ペットを飼うことって、ペットを家族に迎え入れることって本当に素晴らしいことです。今はドッグランも豊富にありますよね。サービスエリアにもかなり設置されていますよね。ペット OK の宿もあったりしますよね。泊まりでお出かけする時もペットを預かってくれる場所が多くあったり、トリミングなどのお店も増えましたよね。ペットを飼う環境はどんどん良くなっていると思います。飼い主を求めているペットだってたくさんいる。僕はまだ悲しみの中にいるので、ちょっとね、別れのことを考えてしまいますが、そういうことは考えずに一緒にいる生活を楽しんでいったらいいと思います。たくさん仲良くしてあげて、可愛がってあげてください。愛情を注いであげてください。その生活はかけがえのない日々です。今ペットを飼っている方は再確認できましたかね。最後になりましたが、僕が実家で飼っていたモコちゃんと過ごした日々は、遊んだ思い出はとても楽しかった、可愛かった、たくさん遊べてよかったです。まあ今日はペットのお話でしたが、皆さんのそばにいつもいてくれる存在、友達、恋人、家族、一緒にいることが当たり前になっているその生活もかけがえのないものです。ぜひね、そのことも忘れないでください。もこちゃんの画像とか動画をね、たまに見てにやけたりね、可愛いなってね、思ったりしたいですね。夢なんかで会えたらいいですね。まだね、ちょっと引きずってるんでね、早く会いたいです。この場を少しお借りして、もこちゃん本当にありがとう。本当に楽しかったね。はい、今日はね、こういう感じの動画になりましたけど、いろいろ考えることがあったんじゃないかな。何か感じていただけると、僕ももこちゃんもね、嬉しいです。はい、それでは本日は以上です。また会いましょう。